皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。本日の動画はタイトル通り、エレキギターとかアコースティックギターとかの練習に行き詰まったら見る動画ということで、まあ、普段皆様がギターを練習しているときにですね。 あギター面白いぜ、最高だぜ、上手くなってきたぜ、イエーイみたいな感じで、このアゲアゲみたいな時もあれば、まあ逆にですよ、逆にですよ。最近全然上手くならないなぁとか、もうこの曲いつまで練習してるんだろうか、このフレーズいつになったらできるんだろうか、俺は才能がないんじゃないんだろうか、俺は向いてないんじゃないんだろうか、あーみたいな感じでこう伸び悩んでしまうみたいな、えー、そういう時もまああると思うんですよ。でそういったね、この悲しみといいますか、そういうスパイラルに陥ってしまった時に、まあこの動画をご覧いただきまして、なんかそこからね、この打却できる おお手伝いいいいととか企画にななればいいなと思ってて話をさせていただきますのでもしねそういう悲しい時が来ましたら是非この動画をねあの最後まで、まあのほほんと、まあのんびりゆっくり、えー、のんびりゆっくりのんびりゆっくり、えー、ご覧いただけたらなと肩ひじ張らずにのんびりゆっくり、えー、ご覧いただけたらなと思うところでございますよろしくお願いいたしますとりあえずポイントを3つに絞ってお話をさせていただこうかと思います1つ目のポイントとしては あの、こう言ってしまうとマジで身も蓋もないんですけど、結構ね、あの、うまくならない、うまくならないって言ってる人のほとんどがですね、あの、言う,言うてなんだかんだでうまくなってるってパターンが結構あります。 まあ、レッスンとかでもね、竹谷さん、これ全然上手くならないんですよ、みたいな感じで言いながらも、まあ、客観的に見るとね、いや、別に全然上手くなってんだけどな、みたいな。出事良くなったりとかね、すごい指が動くやったりとか、なんかメロディーが聞こえてくるとか、リズムが安定してきてるみたいな感じで、全然上手くなってんだけどな、みたいなパターンね、結構あります。ので、あの、もしですね、そういった行き詰まりみたいなのを感じたら、その自分でね、その記録を残すっていう工夫をしてみるとすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、やっぱり一番手っ取り早いのがね、もう動画ですよ。 録画、スマートフォンとかで自分がギターを弾いている姿を撮る。で、最初はね、あの本当に初めて動画を撮るとですね激へこみします、思ってたよりも想像の3000倍ぐらい下手くそだなっつって、こんなんだったの俺みたいな感じでね、もうむちゃくちゃへこむんですが、でもそのへこみが大事なんですよ、そへこみがいいんですよ。 でそういった、ね、この記録とかをです、ねまあ、週に1回とかでもいいですし、練習の旅とかでもいいですし、まあね、定期的にこうバーっと残したりとかしていくと、まあね、ある程度の時にその振り返った時にですね、2ヶ月前の自分ちょっと見てみようかなーつって言って、2ヶ月前こんな感じだったんだあ、2ヶ月前からじゃあ今だったら、ちょっと、ね、こうやって見比べるとだいぶ変わったかもしれんなみたいな感じで、まあ、客観的にこのいい判断材料だったりとかするじゃないですか。 だからよく聞く話としては、まあ、もしくはそのおすすめしている話としては、まあ、スマートフォンでまあね動画を撮るとで、YouTube アプリとかを使えばですね、そのままアプリからぺぺっとこう、ね、すぐに YouTube にアップロードすることができるので、まあ、公開をするわけではなく自分の練習記録として限定公開の状態でいろいろ記録を残していくみたいな感じの使い方をしている人がすごく多くてですね、えー、もしそういうのをやったことがないという方、えー、いらっしゃったら、ちょっくらやってみると結構面白いんじゃないかなって思います。 でこれが、ね、まあ1ヶ月2ヶ月とかでもいいですしまあ3年後4年後5年後とかに突然、えー、過去のことをバーッと振り返ってみてもですねなかなかこの感慨深いものがあるというか、えー、思い出の記録の一環としてもなかなか面白いと思うので、えー、そういったこの記録をつけるということをやったことがなければぜひやってみていただけたら幸いでございますそういうのをやってみるとああ意外と俺上手くなってないって って思ってたけどもそんなこともねえなあみたいな感じになって解決することも多々あると思いますのでよかったらそんな感じで、えー、考えてみてくださいませ。で2つ目としてはですね、えーまあ、自分を楽しませる工夫をするというところでしょうか。 まあ、うまくなるためにはどうしたらいいですかって話をすると、マジで一言で言っちゃえば練習って話なんですけども、まあ、それだけだとね、もう味気なくて、ほんとまあ練習大事なんだけどね。練習大事なんだけどね。じゃあ、どうやって練習するかっていうことも大事なわけですよ。 で、その練習に対する環境づくりだったりとか、その自分の時間のルーティーンづくりだったりとか、まあ練習をする内容の選択だったりとか、まあそういったものがね、こう、うわーって噛み合わさったときに、その練習が、まあ楽しくて面白くて刺激的でワクワクして、で、なおかつその続けることができて、結果的にその上手くなるっていう上達ってものが付随してくるんですけども、そのね、練習に行き着くための、 えー、自分を楽しませる工夫を一緒に考えましょうという話でございます。まあ、例えばですけども、えー、僕がよく言っているのは、まず環境に関しては、すぐにギターを触れるところにギターを置いておこうという話。まあ、一番最悪なのが、 あ、ギター弾こうかな。あ、でもギターないな。あれ、どこやったっけかな。あ、そっか、この間あれだ。レッスンの時に持ってって、あそこのケースに入れっぱなしだ。うー、じゃあ、でっか、たかたかたか、あそこ、どこだ、あ、ギターあった、ギターあった。あれ、でもギターあったけど、チューナーなくないあれ、チューナーどこやったっけかなチューナーここかな、どこかなあ、でもそれピックもないな。あ、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、みたいな感じのことをしている間に、えー、15分経過とか。マジで最悪っすよね。 そういうんではなく、もう本当ね、このいつでもチューナーとかもね、セッティングしてあって、ピックとかもちゃんと置いてあって、もうギタースタンドに立ててたって、ああ、ギター弾こうと思ったらで、ね、も三3秒ぐらいでも練習を再開できると。そんな感じで、いつでもギターを触れる、プラス視界に入るからね、このギターをちゃんと弾こうかなっていうふうに思わせられるみたいなのもあったりとかするんですけども、そういうのも一つの一環ですよね。で、練習内容も、 えー、自分をを楽ししませられる工夫をしていくと、まあ、つまりはそのね何をしている時にギターって楽しいかなっていうのを考えるってことなんですけどもこれね人によって全然違うんです。例えばですけども僕とかは普通に、あのー、曲を弾いているのが一番好きです。でその曲を弾いている中でも微妙に自分ができないものにチャレンジしている時が、ね、一番楽しくて。 だから楽譜とか買ってね、あのー、それぞれの期間中そのね、あの今練習してる曲はこれとか課題曲って決めて今しまして、まあ常にこの今でもその課題曲4つぐ、4つ、5つぐらいあるんですけども、ギター持ったらとりあえずこれ弾いて、これ弾いて、これ弾いて、で、これが来たらこっち弾いて、こっち弾いて、こっち弾いてみたいな感じのそういうルーティンがあるわけなんですよ。だそういったこうね、えー、僕の場合は曲、 微妙にできない曲を練習するのがすごい楽しいんだけども、まあこれが人によってはですね、なんかこのクロマチックトレーニングとかそういうメカニカルなトレーニングを BPM と合わせてもね、ひたすらこの繰り返すっていうのが好きな方もいらっしゃれば、若干こうテリにねこうね、あの乳酸溜まってきて、この疲れてきての、おっ、じゃあ俺ギター弾いてんじゃねみたいな感じの、そういった充実感が好きっていう方もいらっしゃるかもしれない。で、もう,そういうね、あの人それぞれいろいろあるので、まあ自分が、ギターって面白いな弾いててよかったな楽しいな 明日もまたやろうかなっていうふうに思えるのか、そこをね、その自分でしっかり考えてみて、そこを大事にしていくとまたいいんじゃないのかなっていう感じがします。で、日々のルーティンの中もそうですよね。まあ皆さん、毎日毎日この生きていく中で、ある程度のルーティンがあるわけですよね。朝起きてご飯食べて、まあ、学校とか仕事に行ってで、帰りにどこどこに寄って買い物とかしたりとかして、まあ、うんたらかんたらみたいなのあるわけじゃないですか。 で、そのルーティーのどこに、そのギターの時間をぶっこんでいくのかっていう、その話なんですけれども、漠然とね、その、まあ、隙間時間にギター弾けばいいやっていうパターンも全然 OK なんですけれども、意外とね、人ってね、習慣化しちゃった方がね、楽しかったりとか、馴染んだりとかした時に楽だったりとかするので、まあ、例えばですけれども、朝、出かける15分前に、ちょっとギターを弾く時間を設けるとか、 ご飯食べた後のお風呂の前にちょっとギターを弾く時間を設けるとか。 まあ逆にそのお風呂入った後に何、うん、かしらこ、ね、YouTube とかテレビとか見るかもしれないんですけどもその前にちょっとギターを触る時間を設けるとか何かをする前とか何かをした後とかこの時間帯に何時にとかっていう感じで一回自分でバーンって決めてしまった方がなんだかんだ自分も楽しくなったりとか馴染んだりとかするパターンって結構あったりとかするので、えー、そういったこの、ね、ルーティンを、ね、見直すっていうのも一つかもしれません、まあ、そういうふうにこの考えていくと自分を楽しませられる工夫っていうのが結構いっぱいあったりとかするわけなんですよ で、そういったものをばーっと、えー、作っていって、用意をしていって、その練習というものに向かっていくっていうところでございます。そうするとね、自然とやっぱ練習をたくさんするので、やっぱ単純にうまくなるっていう感じになるので、えー、ぜひそのね、自分を楽しませる工夫、まあ、楽をさせる工夫、そんなことを考えていただけたら、えー、すごく嬉しいなというところでございます。三つ目は、えー、難易度設定でございます。難易度設定。これ結構大事なところ。まあ、簡単に言うと、 簡単すぎる曲を練習してもうまくならないし、かといって難しすぎても練習にならないというところなんですよ。まあ仮にですよ、えー、まあ僕のレベルが100だったとしましょう。レベル100だったとしましょうで。そのレベル100の時にレベル10の曲を練習してもそんなに上達してしないんですよね。まあ本当に RPG とかに例えていただければわかると思うんですけども、レベル高い状態でレベル低いモンスターを倒したところで代謝経験値を得られないじゃないですか。それよりも、 ま、自分と見合う難易度、もしくは自分の難、自分のレベルよりもちょっと足が出てるぐらいの、ええー、その曲、モンスターと戦うって感じなんですよね。そうすると、やっぱ自分がね、この頑張らないと追いつけないからね、どんどん,どんこう上手くなっていくわけなんです。で、それはレベルが110になったら、えー、この120の曲に挑戦して、120を頑張って目指して100、120になったら130を目指してみたいな感じで、こう、ちょっとずつこの上げていく感じなんです。で、この時に逆に、レベルが100の時に、 えー、レベルが1200の曲に当たったりとかすると、もちろん全然できないんで、えーまあ、単純に面白くないとなったりとかするわけなんです。なので、まあどんまあ、すごいこの曲むちゃくちゃ好きでもね、いつか必ず弾いてやりたいって、うおー、むちゃくちゃ難しいし、難しむちゃくちゃ時間かかるかもしれないんだけど、俺はこの曲を必ず弾いてやるぞわーみたいな感じの、まあ、そういったこうねむちゃくちゃ強いパッションを持てるんだったら話は別なんですけども、 基本的にあの曲に対して自分,の難い自分のレベルとこの曲の難易度でどのぐらいの相性かなみたいな感じのことを思いながら、えー、曲のチョイス、選定をすると、まあ、結構ね、効率よく上達をするんじゃないかなと思ったりとかします。で、中でもそうやな、あの、一曲まるたらカンタラとかいうわけではなく、例えばそのレベル100の状態で110の曲なんだけども、基本的に80なんだけども、たまにちょっと130のものが出てくるみたいな。 このギターストローンだけ突然130になるみたいな他のところ80ぐらいなんだけどっていう時はこの130をちょっとこうねごにゃごにゃっとして別のパート弾いたりとかちょっと簡単にアレンジしたりとかして90に直しちゃったりとかしてそんな感じでこうね曲をそのものをまあちょっとこう修正するアレンジするっていう能力も結構大事なところだったりとかするんですが、えー、まあそんな塩梅でございますそうするとね単純にその自分自身がこうバッちょっとちょっとこうレベルアップできるので、えー、その 曲選びっていうのも大事だよというところでございます。はい。とりあえず、いっぱいあるんだけど、いっぱいあるんだけど、いっぱいあるんだけども、一番キャッチーなところで行くとすると、まあそんなところでございます。一つ目としては、えーまあ、思った以上に上達している場合がすごく多いうので記録をつけてみたい、記録をつけてみてくださいという、えー、おすすめ。で、二つ目としては、えー、自分を楽しませる工夫という話。で、三つ目としては、難易度の設定を考えるという話。ということ。 でございますその辺をね、えー、意識していただくとまあふと振り返った時に結構その改善点というかああなるほどなじゃあこここうしていこうかなじゃあああいうふうに変えていこうかなみたいなこと結構あったりとかすると思うので是非、えー、そういったところ調整していただいて、まあ、これからもね楽しく頑張って練習に励んでいただけたら嬉しいなと思うところでございます。 では、そんな感じで本日の動画を終わりにさせていただきましょう。長い動画、ご視聴ありがとうございました。何かご意見、ご感想、その他リクエストありましたら、お気軽にチャットとかコメントとかに残していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。最後にちょっからお知らせでございます。私、滝沢勝成、神奈川県の相模原というところでマンツーマンギターレッスンなどをさせていただいております。初心者の方でも、中級者の方でも、上級者の方でも、もうどんなね、双方でも、どんな理論でも、私が持っている知識、経験、ノウハウだったら全部、 ご紹介しますよみたいな、えー、そういう感じのこの自由奔放なマンツーマンレッスンでございまして、もしね、1回だけちょっとレッスン受けてみようかなーなんて思っていただけたら、ぜひ概要欄の方からチェックしていただけたら嬉しい限りでございます。神奈川県江坂上原、ちょっとそれは遠すぎていけないぜ、ベイベーという方は、えー、スカイプレッスンなどもさせていただいておりますので、えー、オンラインでもやってますので、もしよければね、それでも検討していただけたら嬉しいところでございます。よろしくお願いします。 じゃあ、そんな感じで終わりにさせていただきましょう。今日も皆様、動画のご視聴ありがとうございました。ご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお気軽に残してくださいませ。それでは、さよなら、グッバイ。じゃあね、ありがとうございました。さよなら。<laughs> <laughs>